四日制シリーズいよいよ結びの一番を迎えます。第17回週刊実話杯優勝戦です。ゼロ戦から青木春近、中野範人、山田正弘、10メートルには5選手です。今ゆっくりフレームインしてくる左右打ちが一番人気の池田正和、そしてあの日本選手権以来の優勝を目指して森且行、さらには小林瑞稀、早川誠太郎、黒川恭介、豪華メンバーによる12レース優勝戦。0と10に分かれまして3対5の対決であります。集中力を高めていつものルーティーンです。池田正和一番人気です。創刊65周年記念スタートまで10秒前週刊実話杯優勝戦の発走でございます。5秒を切ります。スタートまで3秒前、第17回週刊実話杯優勝戦スタートしました。さあ10メートル線、大外から黒川が一気に飛び出していきました。大外から黒川トップスタート、そして早川誠太郎もいいポジションにつけております。一周3コーナーでまずは中野のうちに攻めていく黒川でありますが、一旦待ちました。外から池田正和巻き返そうとしております。先頭は青木春近、ハンデゼロから青木の主導権です。そして黒川のインコースに早川誠太郎が飛び込んでまいりました。そのインコースから池田正和、3コーナーから4コーナーでは最重班の激しい追い上げ争いになっています。2番手には中野が上がった。山田正弘3番手、内をついて黒川恭介が1コーナーでは3番手に上がってきています。逃げるのは青木春近、青木は結構なペースであります。2番手は中野範人、黒川恭介3番手、4番手には山田、その後ろに早川誠太郎という体勢になっています。残りは3周回、青木が逃げる。さあぴったりマーク、これは中野にも絶好の展開となっています。3番手は黒川恭介、4番手に早川誠太郎という並び、さあ内側目がけて黒川恭介、いやいやギリギリ食い止めている中野が2番手の位置。残りは2周回終盤戦です。青木のインコースから黒川が一気にここは粉砕するのか、さらには早川誠太郎も上位争い絡もうとしております。青木は先頭だ、コースを守りながら青木は先頭だ。そして2番手には8番の黒川恭介、残り1周のブルーフラッグを通過しています。さあ外から黒川のまくり、これが決まった、決まった、黒川が先頭に立っています。2番手には青木のインコースから早川誠太郎、最終コーナーに向かっています。先頭は黒川恭介、2番手には早川、最終コーナーからホームスレッジへ。勝ったのは黒川恭介、優勝ゴール。通算12回目の優勝ゴール、黒川恭介。特別 G1 共同通信社杯プレミアムカップでは大変悔しい思いをしましたが、地元に戻ってきてすぐさま挽回成功。